ハンティングの能力。現在アニメ大ヒット中の鬼滅の刃刀鍛冶の里編。そんな鬼滅の刃で注目したいのはハンティングの能力。刀鍛冶の里編で玉子と共に炭治郎たち鬼殺隊に立ちはだかる十二鬼月の上弦が一人。上弦の師ハンティング。彼の謎に満ちた分裂能力や十数話にもわたって生き延びた凶悪な分身能力は原作ファンの方々の記憶にも強烈に残っていると思いますが、ではなぜハンティングの血鬼術は分身だったのでしょうか。作中の描写を深く見ていくことで、ハンティングの名前の秘密や小物じみた言動に隠れた凶悪な本性が明らかになっていくんです。ということで今回はハンティングの能力の謎についてですね、徹底考察したいと思います。また鬼滅の刃最終205話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第98話の上弦会議で初登場した十二鬼月の一人、上弦の師ハンティング。期待が鼓舞のように盛り上がった、常に何かに怯えている老人といった雰囲気ですが、戦闘に突入した後でさえもなぜか常に怯えていました。そんなハンティングは刀鍛冶の里編で炭治郎たちに立ちはだかるんですが、第106話で初めて無一郎と炭治郎の前に姿を現した時には気配のとぼけ方が上手すぎて、炭治郎はおろか霞柱である無一郎までハンティングの姿を実際に見るまでは鬼だと気づかなかったほど。そして炭治郎たちに攻撃を仕掛けられたハンティングですが、ハンティング本人は一切反撃をしませんでした。その代わり無一郎の刀がハンティングの首を切ったその瞬間に、首と胴体がそれぞれ別の鬼の姿になるという分裂能力を発揮したんです。まずはこのハンティング独自の分裂する血鬼術から見ていきたいと思います。ハンティングの神髄は、敵に体を切られるとその部位が変化して分裂していく血鬼術。最初に無一郎がハンティングの首を切った時には胴体が怒りの鬼赤土、首が楽しみの鬼カラクへと変化し、その後もですね、品津川玄也の南蛮銃を受けて頭を打ち抜かれたカラクと赤土からさらにですね、悲しみの鬼哀絶とですね、喜びの鬼ウロギが現れ、炭治郎たちをですね、刺したような攻撃で翻弄していきました。第107話でのウロギはこんなことを言っています。喜ばしいの、別れるのは久方ぶりじゃ。このセリフからですね、ウロギまで分裂するのはハンティングにとってもかなり久しぶりだったということがわかります。それだけ分裂した鬼たちが強力であり、炭治郎たちが今まで戦った鬼殺隊の中でも最上級に強いので苦戦させられたということでしょう。この鬼たちはそれぞれ下にですね、喜怒哀楽の文字が刻まれていて、舌を傷つけられるとわずかにですが再生が遅くなるという特徴があることを炭治郎は発見しています。また第108話で炭治郎がウロギの足を切り落とした時には、その足からウロギの首が生えて攻撃してくるというふうに、4体の鬼を攻撃した場合でも相手が分裂して攻撃してくる非常に厄介な能力だということがわかります。ただしこの分裂は細かすぎると攻撃の威力が弱まるようで、ウロギと戦っていた炭治郎はですね、喜怒哀楽の4体の状態が一番強いと推測していました。ではこれからですね、喜怒哀楽の鬼たちの能力を一人ずつ解説していきたいと思います。まずウロギについてですが、背中に翼を生えた姿をしていて高速で移動してくると同時に鳥のような足を使って攻撃します。どうだ俺の爪は、この速度切れ味、混合石をも砕く威力だ。ウロギのセリフ通りだと大げさですが、実際爪による高速突進攻撃は炭治郎の肩を深く引き裂いています。さらに口からは超音波のような攻撃を繰り出します。この超音波のような攻撃を受けた炭治郎は一時的に耳が聞こえなくなり、さらには体まで痺れてしまいました。ですが翼で飛ぶという特性のため体が軽く、炭治郎の攻撃で建物に突っ込むなど防御力は4体の鬼の中で比較的低い描写がされています。そしてウロギのこの姿は天狗のモチーフとなったトンビが融合したものと思われます。現実にいるトンビの最高時速は250キロと言われており、その最高速をウロギが出せるとしたら、空中でウロギを捉えるのは至難の業。続いて赤土はですね、自分の肉から作ったですね、尺状を作ることで雷を発生させて攻撃します。この雷は敵に直接攻撃するほか、広く放って範囲攻撃をすることも可能となっていて、他の鬼の戦いをサポートしたり炭治郎の攻撃を邪魔したりと、かなり幅広い使われ方をしていました。そして尺状は本来は修験者などが山の中でですね、鳥や蛇に襲われないように持つもので、必ず右手で持つという決まりがありますが、赤土は左右どちらの手でも持っていたのが印象的。またですね、赤土はカラクやアイゼスが戦っている時に早くとどめを刺せなどと指示を出すことも多く、4体の鬼の中ではリーダー格だと言えるのではないでしょうか。次にアイゼスは三つ股に分かれた槍を使って攻撃を仕掛けていきます。第115話ではアイゼスが放った激雷一つを受けた玄也が全身を穴だらけにされていたことから、一撃一撃の威力がとても高いと言えます。そしてこのアイゼスは唯一特殊能力などは使っている描写がないので、武器の扱いに長けている分身体といった立ち位置なのかもしれません。またアイゼスは玄也との戦いの最中である第109話では念仏を唱える玄也にこんな言葉をかけています。なんだ阿弥陀教か、なんとまあ心身深いことじゃ。余裕の態度とも取れますが、戦いの最中会話のやり取りのようなものを
敵に対して投げかけていることから、哀絶は4体の鬼の中では比較的おとなしい性格をしているといいます。続いて、カラクについてはですね、修験者が身につける鈴袈裟を着ている鬼であり、カラクは手にハウチワを持っていて、このウチワを浴ぶことで突風を起こし、人を飛ばしたり建物を破壊するという強力な攻撃をしてきます。この突風のせいで無一郎が炭治郎たちと引き離されることになったのを考えると、鬼殺隊の剣士たちが集団で戦うのを妨害してくる面倒な攻撃。しかしこのハウチワはカラク本人が使わずに、禰豆子が使った時にはカラクの方が吹き飛ばされるなど敵に利用されることもあるよう。ここまでですね、喜怒哀楽の4体の鬼の姿と能力について解説してきましたが、ここで4体の分裂体の共通点が分かります。それはどの鬼も天狗やそのモチーフとなった修験者の格好や能力を備えているという点です。例えばウロギの超音波での攻撃は、天狗の鳴き声は流星のような轟音というですね伝説と一致していますし、カラクの突風を起こす能力も山で突風が吹くのを天狗の仕業とするのと同じです。また哀絶は玄野が唱えた念仏が阿弥陀経だとすぐ分かったように、ハンティングにはですね仏教の知識がかなりあるということが分かります。ちなみに炭治郎がウロギの足を切り落とした時の様子を見る限り、人格を持った分裂体が作れるのはですね、喜怒哀楽の4体が最大だと考えられるのではないでしょうか。さらにハンティングの能力は分裂だけではないということが分かったのが第114話。喜怒哀楽の鬼の首を跳ねても鬼が死ななかったことで、5代目の鬼がいることに気づいた炭治郎たちがネズミのように小さな姿の本体を追い詰めた時に、適度が他の3体の鬼を吸収して合体した姿が増白点です。第116話で姿を現した増白点ですが、喜怒哀楽の鬼の意もさらに若く、炭治郎たちから見ても子供、恋柱の甘露寺満は自分の弟ぐらいの姿だと驚いていたことから、10歳前後の少年の姿だと思われます。また炭治郎たちのことを一方的に極悪人と呼び攻撃してくるなど、喜怒哀楽の鬼と比べても非常に傲慢な性格。増白天は手には密教で使われる特古書に似た短剣のついた武器を持っていますが、これは背負っている太鼓を叩くのに使われるもので、直接攻撃をしてくるものではありませんでした。また一般的に特古書の短剣は直線的ですが曲がっているというのも特徴的です。特古書はですね、本来煩悩を打ち砕くために使われるものですが、ハンティングの場合は人に攻撃するためのものなので形が違うのだと思われます。そして増白天は背負っている太鼓を叩くことで木でできた竜の影を作り出し、これで攻撃します。そして木の竜の頭は66尺、つまり 20m も伸びる上に、口から別の頭を吐き出すことでさらに伸びて攻撃を仕掛けてきて、炭治郎たちが木の中に隠れているハンティング本体に攻撃するのを妨害してきました。この木の竜は最大で5本が同時に生やせるらしく、血気術無限豪樹では広範囲の攻撃に甘露寺も苦戦を強いられています。この無限というのは無限と違って仏教の無限地獄から来ていると考えられます。やはりここにもですね、ハンティングの能力が仏教と縁があるということがわかります。さらに接近した甘露寺は強圧明波というウロギの超音波に似た攻撃を食らって完全に気絶しているというピンチに追い込まれています。他にも赤道の雷と木の竜の同時攻撃である共鳴雷殺を使っていたことから、喜怒哀楽の鬼の能力を増白点も使えるということがわかります。そして増白点は太鼓を叩いて木の竜を操りますが、これもですね、山から太鼓のような音がするのを天狗太鼓と呼ぶことになぞらえたものだと言います。また天狗は山の神で大きな木に住んでいるという伝説があるので、増白点が木を操っているのは天狗のイメージと一致しています。第124話で増白天と甘露寺が戦っているスキをついて、本体のハンティングを倒そうと木を切った炭治郎たちですが、なんとハンティングはすでに逃げ出していました。ハンティングを追いかけた炭治郎はバケツ槽でハンティングの首を跳ねようとしましたが、その次の瞬間巨大化したハンティングが炭治郎の首を締め始めます。お前はわしがかわいそうだと思わんのか、弱い者いじめをするな。このハンティングのあまりにも一方的な言葉に炭治郎も玄野も激怒。人を食い殺してきた鬼、それも上限になるほどですから、何百人もの人を殺したことが分かっているので、このハンティングの怒りは独りよがりで理不尽なものであることは明白。そして禰豆子のバケツによって炭治郎たちを巻き添えに、崖から落ちたハンティングはさらに逃げようとしましたが、炭治郎は前逸から聞いていた雷の呼吸の使い方を参考に、とうとうハンティングの首を跳ねます。しかしハンティングの下に刻まれていたのは怯えではなく恨みの文字。まだ本体が殺せていないと気づいた炭治郎は、夜明けにが迫る中でですね、匂いで本体を探すことになります。そしてとうとう炭治郎は恨みの鬼の心臓に隠れていたハンティング本体を見つけ出し、その首を跳ねることに成功。
このように異常なまでに炭治郎たちから逃げ隠れ苦戦させたハンテングですが、退治された第126話では彼の過去が描かれています。わしが悪いのではない、この手が悪いのだ、この手が勝手に。ハンテングは過去に窃盗を働いていました。目の見えない人にも親切に手を差し伸べてくれた人の家から物を盗んでいたことを別の男性から叱責されていて、ハンテングはついにこの男性を差し通したんです。窃盗と殺人を繰り返していたハンテングは奉行所に連れ出され、ついに裁判にかけられます。以前このシラスの場へ来たアンマは私が話し始めるまで塀の方を向いていたぞ。この奉行のセリフが示すようにハンテングは目が見えないということすらも嘘だったんです。こうして嘘と犯罪を繰り返したハンテングは打ち首となるはずでした。しかしですね、明日打ち首とはかわいそうに、私が助けてやろう。無残によって鬼になったハンテングは自分を裁いた奉行のことも殺してしまいます。ですが奉行は鬼となったハンテングを前にしても最後まで正義の心を貫く。その薄汚い命を持って罪を償う時が必ず来る。奉行のこの最後の言葉が示すように、炭治郎たちによってハンテングはとうとう命を持って嘘と人殺しの代償を払うことになったんです。そんな卑怯極まりない鬼ハンティングですが、彼の凶悪な血鬼術分裂能力はどうして生まれたのでしょうか。分裂能力といえば、鬼殺隊に入隊したばかりの炭治郎が初めての任務で戦った沼の鬼がいます。沼の鬼は公式ファンブック鬼殺隊見聞録でナルシストだと語られていて、ハンティングも自分が世界一かわいそうだと思っていることが鬼殺隊見聞録2で語られています。このことから自己愛が極端に高い人間が鬼になった時には分裂能力が生まれると言えるのではないか。しかし普通の人間でも何かのきっかけで別の人格が生まれられることがあります。それはですね、乖離性人格障害です。一般的にはですね、多重人格として知られていますが、虐待や悲しい体験をした時にこれは自分が受けたのではない、他の人の体験だと心を守るために別の人格を作る精神障害のことを指します。実際に第116話ではハンテングの能力がこう説明されています。ハンテングという鬼はこれまでに何度も何度も窮地に追い込まれた。そしてその度に己の身を守ってくれる強い感情を血鬼術により具現化分裂し勝ってきた鬼だ。そしてハンテング本人は炭治郎や無一郎から攻撃されても一度も反撃をしていません。このことから実はハンテングは人間時代、それも子供の頃から多重人格が原因で周りから嘘つきだと思われていたのではないか、そして一度は仏教に助けを求めたのではないだろうか、そう考えられるんです。そして多重人格を抱えた人間は別の人格の記憶を共有できないことがあります。実際にハンテングも喜怒哀楽の鬼たちがそれぞれの行動を共有できていませんでした。もしもハンテングが多重人格だったとするならば、次のような筋書きが想像できます。ハンテングは幼少期に辛い体験をしたことで自分でも知らない間に別の人格が行動し、暴力によって事態を解決し続けてきた。幼少期のハンテングが最初に作った人格こそが自分を虐げた相手への恨みから生まれた憎悪天。そしてその後成長して子供時代ほど強烈なエゴイズムが薄れていった若い時期に喜怒哀楽の人格が生まれる。喜怒哀楽の人格が何をしているかハンテング本人は知らないが、人からは喜怒哀楽の人格が行ったこともハンテングのしたことだと責められることが増えていった。そこでハンテングは仏の力で自分の多重人格を解決できないかと考えたものの、多重人格は収まらず、また目の前には死体があるという状態になってしまった。しかしハンテング本人には事情がわからず、ただ気づけば自分の目の前には死体があり自分が犯人だと言われている。このような顛末ならハンテング本人はこう言うしかありませんよね。わしが悪いのではない、この手が悪いのだ、この手が勝手に。そしてハンテングを鬼にした際の無残の言葉にも注目してください。明日打ち首とはかわいそうに、私が助けてやろう。無残が他にかわいそうという理由で鬼にした人物が作中には一人だけ見受けられます。それは加減の子ルイです。ルイは生まれつき病弱で走ることもできずにいました。そんなルイに第43話で無残はこう言っています。かわいそうに、私が救ってあげよう。無残本人も人間だった頃は病気に苦しんでいたことが作中では語られています。そして作中で無残がかわいそうという言葉を使って鬼にした人物は実はルイとハンテングの2人しかいないんです。つまり無残は多重人格という精神の病気で打ち首にされるハンテングに同情したと思われます。そして先ほど予想したハンテングの人生に沿うならば、人間時代のハンテングがそれぞれ幼い頃に作った憎悪天は少年の姿を、若い頃に作った喜怒哀楽の鬼たちは青年の姿を、最後に炭治郎たちに追い詰められた時に新たに具現化した恨みの鬼は今のハンテングと同じ老人の姿をしていたとなり、全ての辻褄が合ってくるんです。そんなハンテング本人を守るために生まれた人格たちもまた虚しい名前をしています。虚ろな喜びのうろぎ、怒りが積み重な
なる赤道、悲しみが絶えない哀絶、楽しむことを強いられる辛く、ハンテングの辛さを背負うために生まれた感情だからこそ、喜怒哀楽の鬼はこのような名前をしているのではないでしょうか。ですが、ハンテングという名前に何か違和感はありませんでしょうか。なぜ天狗なのか、なぜハンがついているのか、それは話半分。そう、ここまで読み解いてきたハンテングの過去の筋書きが全て、ハンテングがそうあってほしいと書いた話半分の物語であると考えられるんです。鬼殺隊見聞録の無惨の大将こそこそ話の中で、十二鬼月の名前は無惨がつけているということが書かれています。また天狗という言葉は仏教でうぬぼれがひどすぎて、人の道を外れて化け物になった人を指す言葉のこと。そして天狗は何かと人に物を教えたがります。つまり無惨がハンテングと名付けた理由も、ハンテングが教えたがり話したがりだからだと考えられるんです。それを裏付けるように、第98話で玉子が上限が集まるのは90年ぶりだろうかと言っていた時に、ハンテングが怯えながらも113年ぶりだと訂正して教えていたんです。そして第116話で増白天も炭治郎から、なぜ自分たちが極悪人なのかと聞かれた時にはこう言っていましたよね。弱き者をいたぶるからよの、先ほど貴様らは手のひらに乗るような小さく弱き者を切ろうとした。ハンテングの自分勝手な言い分であり、嘘800ではありますが、随分と丁寧に教えてくれています。これらの描写からハンテングは教えるということ自体を頻繁にしていたことがわかります。ではハンテングが教えたいこととは何でしょうか。それは自分が弱くてかわいそうだということです。ハンテングは自分に同情してもらい、人の優しさにつけ込むために自分がどれほどかわいそうかを教えるんです。ですが、単に教えたがりだけならば天狗だけでも良かったのに、無惨はわざわざハンをつけています。第98話での玉子との会話の中で、ハンテングはこんなことを言っています。割り切れぬ数字、不吉なハン。つまりハンテング本人にとってハンという数字はあまり好きではないということ。ではなぜ無惨がハンという字を使ったのか。それにはある仮説が立てられるんです。ハンという字は話半分という言葉にもあるように、中途半端や嘘といった意味があります。つまり無惨はハンテングという名前には、天狗のように真実を教えるわけではない、嘘つきの言い分だという意味を持たせたんです。つまり先ほどハンテングはですね、人間だった頃に多重人格で苦しんでいたのではないかと考えられるような能力すらも、全てハンテングが嘘つきだから生まれた能力だと言えないでしょうか。そしてさらに仏教では人間を地獄に落とす三毒という考え方があります。そして三毒は頓心地に分かれます。まず一つ目の頓とは貪欲のこと、自分の欲しいものに執着しすぎることです。ハンテングは生き延びることに執着していました。そしてハンテングの本体は老人ですから、生命力に溢れていた若さへの強い執着から、分裂した姿はどんどん若返っていたと考えられます。次に二つ目の真とは怒りのこと、腹を立てて人を憎むことを指していますが、ハンテングは自分が責められると逆ギレして殺人までしていることが回想で明かされています。これようにですね、ハンテング本人がすぐに怒りやすい性格をしていることから、喜怒哀楽の鬼の中では赤度がリーダー格であったり、恨みの感情の鬼の中に本体が隠れていたのではないでしょうか。最後に三つ目の地とは、真実から目を背けて自分の都合がいいことばかりを信じることです。まさにこれはハンテングそのものを示しています。増白天の言葉でもハンテングは一方的に被害者や弱者として語られていましたが、実際に炭治郎たちが言うように、何百人もの人を傷つけてきた悪鬼だったのですから、ハンテングの言葉は全て真実から目を背けて自分の都合がいいように言ってるだけ。そして嘘をついているハンテング本人にも、本当は自分が嘘つきであるという自覚があるんです。奉行に目が見えると指摘されたように、ハンテングは本当に目が見えないと思い込んでいたわけではないことが作中で明かされています。だからこそですね、自分がついた嘘が誰かにバレることを常に怯えていた本体の下には怯えの文字が刻まれていたと考えられます。そして嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれるというように、嘘をついた罰は舌に与えられると言われます。そのためですね、ハンテングの分裂体たちも嘘をついた舌を傷つけられると再生するのに時間がかかったと考えられるのではないでしょうか。さらにですね、分裂した喜怒哀楽は若い頃の姿らしい。鬼殺隊見聞録2の中ではこのように描かれていますが、なぜか断定ではなく、らしいと不確定な書かれ方をしています。これは実際には喜怒哀楽の鬼の姿すらも、ハンテングの嘘で本当の若い頃の姿ではない可能性があると言えます。実際にアニメ鬼滅の刃に登場した喜怒哀楽の鬼たちには全員ですね、別々の
声優がついていました。全てが同一人物であったならばわざわざ声優を変える必要はありません。つまり声優が別々だったということも、喜怒哀楽の鬼たちがハンテングの若い頃の姿ということすら嘘であるということをですね、裏付けているのではないでしょうか。つまりムザンがハンテングと名付けたのは、あれこれと自分の人生や生い立ちを人に教えたがり同情してもらおうとするが、それは全て話半分の嘘であり、本当のことは何も言わずハンテング自身も目を背けているという皮肉だったと考えられると思われます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。